やるわよ。うん、うん、やるじゃない。あれ、バyou
素晴らしい。楽しみに。お待ちしておりました。もう私からのお願いです。そういえば残念です。吉報をお待ちしております。それまとめて手放すんだな。わかった、引き取ろう。用は済んだのか。じゃあな。君ら先生、事情を伺いに。違うの。違うのよ、こんな。なんか、お山。おいおい、桐城君、そんな言い方なあ。森山、話して。お前が余計なことを言って。ちょっとつっついただけで、すぐ分かったよ。こいつ優等生のくせにどこ踏んづけときゃ立てないか。だからあの日も5月に風花を体育館に連れてって。ちょっ、夜中になって自殺とかされるとまずいからって、マキが一人で学でも、マキ校門で倒れてるの。風花を出さなきゃって体育館行ったらヤバいってすぐ開けたんだけど、私らみんなビビって。でもその度行った子が帰ってこなくて。なところで、連日の山岸風花の決断が実際は行方不明で、先生はそれをどう。何を言ってる。生徒のみんないろいろ将来のために都合がある。失踪して警察沙汰になる問題児などご自分の組にはいないということ。
本人の。こんなことで学歴に傷がついては。保身のためには教職の本分すらも捨て。ゲスめ。ゲス。そん。もう結構です。はず。この件については追って沙汰がある。病院へ運ばれた君の友人についてどんな細かな声自分そうだ君の悪いよ声先輩間違いない誰が影時間に落ちるかを事前に知る方法はないとされてきたがなつまり影時間へは落ちるのでは実際の被害を目の前にすると思い知るシャドウマイ今夜は私たちの寮に泊まるといいもしも声を聞いてしまう何かに呼ばれたようにかこれさえ守ればそしておそらくはそれから放課後生徒会室こ今夜いやおそらく彼女はまだよし今夜この学園への潜入作戦を行うあの、いまいちはしかもなんで夜に0時になっちゃったその山岸もそうやってじゃあまさか山岸さんってたそうそれいやタルタロスは影時間の間しか現れないなら山岸風花は言われたこいつは仮説だからつまり10日といっても山岸にとっては生存の可能性おあでも影時間ってあれを10日それにたとえ見つかってもならこのまま見殺しにお山岸と全く同じ方法で同じ場所へ行って霊視を待つそ正直に言えば最悪二重そうなんだしかし助かる可能性があるのに後悔したお前らが行かないなら俺まあ危険は承知だがそうですよしあっ応答なし困ったな理事長まあ一つ理事長の口添えがないとなるとそれし爆薬かいい時間が惜しい爆薬ああ鍵開けといたってだけすんなり入れたっしょ俺って自慢するほどのこと昼間のうちに鍵をブリリアントグッジョブどこかで捜索の下準備だお前とあのブリブリとか日本人は日本語使って電気怖くないほかアホはないっしょいいから始めるぞこの時間は主電源が落ちてるそれに暗いままのなんかまずは体育館の鍵を手に入れるぞ職員室か公務員室2年の君らは職員室を当たれ私たちはその後で1階の玄関ホールに職員テストの問題とか俺も職員室にするかな私の目の前で不正の三段か事実なら嘘に誤解するな面白いと言ったのは言い訳はいいよりじゃあ
あのね、覚えとくよ。って、よ。さあ、戻りましょう。鍵。ゲッ。途中な。ちょ。え？適当言ったのに、ず。喧嘩売ってる。やれや。よし、3人がこのままタルタロスへ突入。影時間に入ったら私が一。俺は突入。それとお前も来い。あ、じゃ。タイムタイムゆかり。ほら、俺前にモノレ恩返しっつうかさ。はあ？それとおめえは。そういうことならおめえ返上さ。よろしくっす。なんだ竹葉。あ、いや、ソル行くぞ。なかなか連絡がないな。通信の関、そういえばあのも、正直を言えば影時期だが、ここへ連れてくるわけにも、彼女のためだけに。そうな、うん、でも山岸さんの救出にはこうして全員。私だ。今思ったより上だな。通信がギリギリだ。それより、まだ復活たい。明彦、おい。君の部屋の外で会うのは。でも今は、今夜君にやってくる試練を、とにかく今の君。じゃ。どうする？
クレンシュタイティよし、勝ったね。心配したぜ。今後はこういう配慮。あー、つうか、誰？人？ババ、つか、うし。山岸風花か。おお、生きてた！すげえ！もう大丈夫だぜ。よかったな、俺たちと一緒に来た。ありがとう。はい。俺の判断は正しかった。ここ、一体どこなんですか？ミスル、やっぱりダメか。
ああ、つうかここバッ。じゃあやっぱり今のところなんとか見つからずに済ん。見つからずにってどうやって。なんて言ったらいいか。わかるってミツルと同じ。いや、それあいつのペルソナは本来は戦闘タイプだから。ペルソナ、これをも。これってピストル。お守りのようなものだ。よし、月でかってか。この月の満ち欠けはシャドウの調子に影響する。もっとも人間も。ユカリッチがプリプリモノレールの時も丸かったし。おい、4月に寮が襲われた日、月を見たか。今日が6月8日、寮の襲撃は4月か。いずれ。おい、までのよりずっくそ。なん出たんだ、おそらく。急ぐぞ。だこれ。くそ、一体ミツル、タケバ。シャドウの木そらさ。分かってる、貴様らの相手はこっちだ。秋彦、気をつけろ。バカ、まさか。無茶だ、山岸さん。ペルソナ。私あの怪物たちの。この地球思った。ミツル、バックアップは彼女。こいつらは俺たち。
を感じようかい。はあ、逃げみたら苦しゅうない。敵の雰囲気変化しました。相性を変えていた。私に期待通りの能力だ。分析力なら3つ以上だ。ここは いつでも行けんぞ。任せな。
の力でペルソナない。今の2体のシャドウはどこ？外からだ。寮やモノレールに出たとき。そっていうか森山さん、影時間とかシャドウとか。いや、彼女は俺たちとは違う。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局再び落ちることは。でもそれ山岸さんが。そんなのって。いや、そうな。ごめん。それじゃ。メロンと揚げパンとカニパン、でもや今日さ、クラスの女子に言われたよ。一緒にウミウシに紹介してって。世の中の女子ってば、チミとか。僕死んだらさ、焼かれて骨になって。あー、ダメだ、まただ。マスター、カツアゲて。定食が来るまでにここでせん。カツアゲはされると。いいね。いや大丈夫、僕ってばいたって正常よ。大丈夫。僕ってば今、今チミ、まだ食べてる途中なのにお便器って。うはは。さあ、あとうち。
素晴らしい。楽しみ。ご用件を伺います。が、どのようなペルソナをご所望ですか？こちらでよろしいですか？良い選択かと存じます。引き継ぐスキルをお選びください。新たな力はいよいよでございます。こちどちらを継承なさいますか？なかなかの力では、始めるといたしましょう。受けたまわりました。どなたさん、目玉で言うな。さっきまでばあさんとお前さん、笑いもんが余っちまってな。いいってこんな礼儀正しい子じゃの。よかった、わしとばあさん、あいよ、リアルに。
もうおじごめんなさいね。はい。ばあさんや、あいつはどこまで、せっかくのお客様だってのに。うちのドラ息子じゃい。まったくどこほおじいさん。そうじゃった。うちすまんな。ね、暗くなるのはお外。また来とくれ。おかえり。あのさ。声は大きくて噛んだか。不毛な言い争いはやめにしよう。あいにく学生諸君、息子が振り込んでた金、塾の月謝なんだ。返してくれないか。もうこれっきりにしたい。今までの、あのね、パーズ、なんか勘違いしてる。市民とこの子ね、塾行くの嫌なんだって。それで公園に一人で。助けてあげたんでしょうが、ね、見ろ。どうしたんだい。今日はいつもみたいに騒いでみなよ。地味地味地味は何も分かってない。今の僕にはね、流してあげるのはこっ。うちの弟みたいに死んだ人や生きててもダメダメな人は。話をしているだけ。うちの子知ってるだろう。小学生だが同情する。こんな出来の悪いエセ宗教に走るような。今あんな地味もか。地味もなんだな。おい、双子なのに似てないから弟の方が可愛く。これ以上交渉の余地はなさそうだな。そっちがその気ならこ。そこの君、そいつに付き合う。うちの子にも言ってることだが、とも失礼。
生きやがれ。勝ったよ、僕ら二人でやったん。話は聞いてる。そんな、あ、みんなも本当にご苦労だったね。あ、そうそう、それとね、例の意識不明で見つかった女性、彼女たちは3人とも警備員が帰る夜中の0時近くを、そして門の前で0時を迎え、ただ昔からある階段と状況が似ていたとか。まったく音量、私がって、なんでそうなるの。でも何日か休んだくらい。いや、君がいなければ、君は私たちの命の恩人、君には人の私たちはペルソナ、君の能力は今の私たちに必要なもの。それそうだ、キリジョーさん、俺からも頼む。あのさ、別に強制じゃ、私やります、やらせてください。え、そう、一緒に戦うならこの、それは多分大丈夫。ありがとう、こういう特別な事情だ。はい、いいんですか。あの、ところでまた今月も例の普通じゃ、どこから現れるのかとか謎は残る。奴らは満月にやってくる。今後の指針、来月から敵の来訪周期がつかめた、対戦の日取りが決まれば